東日本大震災発生から3月11日で3年となるのに合わせ、被災地の歩みを伝える報道写真展が25日、松山市大手町1丁目の愛媛新聞社で始まりました。愛媛新聞社が岩手県の地元紙岩手日報社の協力で開き、今回で4回目となります。復興への継続的支援や南海トラフ巨大地震で津波被害などが予想される県内での防災意識向上につなげようと128点を展示しています。愛媛新聞社はこれまで岩手県や宮城県、福島県を中心に20人以上を派遣し、被災地の現状や復興の取り組みを伝えてきました。宮城県気仙沼市で迫力ある差し上げを披露する新居浜太鼓台や、岩手県宮古市を訪問した愛南町の小学生が仮設住宅の住民に肩たたきをする姿など、この1年に記者が同行取材した交流の場面も紹介しています。岩手日報社からはドラマアマちゃんの北三陸鉄道のモデルとなり2年ぶりに運行を再開した三陸鉄道南リアス線の一番列車など新たに17点の提供を受けました。2011年度の日本新聞協会賞を受賞した岩手日報社の津波の連続写真も過去3回に続いて展示しています。写真展は3月19日まで午前9時から午後5時まで開かれています。土曜日と日曜日は休みです。入場は無料となっています。